はい、どうも、こちゃんです。メリークリスマス。ということで、今日ね、25日に動画撮ってるんですけど、今回何をするかというと、実はね、1月5日に、このチャンネルを開いてからちょうどね、1年が経つので、まあ、それに向けて、まあ、質問コーナーをとりあえず今回はやりたいかなと思ってます。で、もうちょっと、そのね、個人的に落ち着いたら、まあ、フレンド募集もしようかなと思ってます。フレンド募集と質問コーナー両方一緒にやっちゃうと、さすがにちょっとね、大変かなと思ったんで、まあ、とりあえず質問コーナーということで、質問を募集したいと思うのでね、ぜひぜひ、俺のことでもいいし、旬のことでもいいんでね、ぜひぜひちょっと、なんでもいいです。もうなんでもいいんで、ただ、前回言ったことと被っちゃうと、ちょっとね、採用しにくいので、まあ、できれば被ってほしくない。ので、前回の質問コーナーのね、動画を、まあ、見ていただいて、で、被ってない質問があれば、ぜひぜひちょっと。まあ、被っててもね、まだ言いたいことあったらね、言うかも。まあ、なので、もう何でもいいです。質問コーナー、ぜひぜひください。フレンド募集に関しては、多分ね、1月5日を多分ね、過ぎちゃうと思うんですよね、多分。ちょっとね、年末年始の予定がちょっとわかんないので、ちょっとどうなのかわかんないですけど。で、あとね、オープニングに関してもね、もう一回作ってもらうことになりましたので、多分ね、1月5日あたりぐらいには多分ね、変わると思うんで。まあちょっと、先行でお知らせという形で今喋りましたけど。はい。で、あと、年末年始に関してなんかやってほしいこととかあれば、ぜひぜひ、ご要望も受け付けますので、ぜひぜひ、ツイッターの方でね、ぜひぜひ教えてください。質問コーナーに関しては、コメント欄でもいいし、まあ概要欄にツイッターのリンク貼ってあるので、ツイッターに飛んでいただいてもいいので、まあどっちでもいいのでね、質問コーナーぜひぜひ、ご参加ください。フレンドに関しては、多分またね、条件というか、まあ、ツイッターのフォローとチャンネル登録っていうのが多分、条件にはなると思うんですけど、まあ、マルチにね、まだの方はぜひお願いします。で、あとね、そう、これ言い忘れた。3000人もね、もう、なりました。多分、この動画上がってる頃には多分ね、数字も更新されて、多分ね、変わってると思うんですけど、3000人超えました。もうありがとうございます。もう、本当にね、皆さんに感謝ですよ。ツイッターではね、年内に3000人行けばいいかなっていう、まあ、目標を立てたんですけど、まあ、実際ね、いうことできたんで、嬉しい限りです。本当にありがとうございます。もうね、前はね、正直、数字は別に追っかけてないみたいなことを言ったんですけど、やっぱね、そこから逃げちゃダメな気がするんだよね。ツイッターでは結構そういうことは言ったことあるんですけど、やっぱりね、数字から逃げたらダメな気がするので、まあ、数字が全てじゃないことはもちろんなんだけど、まあ、結果を出してこその世界だと思うのでね、まあ、社会人になったらね、誰もが、体験することだと思うので、まあ、ちょっと数字にこだわる一面もやっぱ見せていかなきゃいけないのかなって思ってます。数字にこだわりつつ、今までついてきたこの3000人の、視聴者さんに、こう、愛想をつかれないようにね、いい動画作っていきたいと思ってます。あと、チャンネル登録3000人突破の記念動画に関しては、まあ、正直、撮るかはわかんないです。ここでちょっと、ね、ちょっと言ったぐらいで、正直なんかプレゼント企画とかも用意してないですし、まあ、フレンド募集がそれと、ね、被らせてっていうのはいいかもしれないんだけどね。まあだから3000人突破プラスフレンド募集みたいな形を取るかもしれないです。まあ何かこちらからなんか特別なことをやるっていうことは今考えてないので、まあちょっと旬とその辺相談したいと思うんですけど、まあまだ考えてないので。はい。ということで、以上ね、動画終わりたいと思います。チャンネル登録ね、まだの方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。噛んだけどね。この動画良かったらグッド評価お願いします。皆さん良いクリスマスをね、過ごしてください。ということで以上ね、動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。Ha ha ha.